はい、じゃあ、お疲れ様です。今日は、はい、まあ、いろいろ熱中症対策の、まあ、一番食品ところ気になる、食べやすいとか。あー、気になるね。そうっすね。種類が多いですね。薬局、まあ、前も買いに行ったら、もうすごい種類があったんで、まあ、いろいろ買ったんだけど、今回ちょっとやっぱ動画にしようと思って、まあ、いろいろやつまた、もう全種類売ってるんですね、はい。買っていいな、ちょっといろいろ試しとこうか。でも、飴ってあんまりじゃない。聞いとるかわからんすね。あ、うますぎるもんね。うますぎる。あ、うますぎる。あ、こんなあれがねえな。食中になったら喋れるようになったわ、こいつ。これはね、飴なんだわ。あー、うん、まあ、かじれやけど。でもだから結構なんか飲むやつはいいよ。スポーツやけどなんか体に入ってる感じがする。で、それかじるタイプの方がよくない？どう？でも現場だと何？喉かだけど、休憩中にパクパクってなんか 2,3 個食ってパッと落ちちゃうからな。休憩に行くっすね。食べやすい、食べやすいですよ。でもライチどうっすか？ライチ、味はまあもうライチどうかなと売っとるの。でも、グニッチシール結構あるっすよね、ライチ味のあるジュース飲むのが。あ、最近あるね。それは何、あの、こういう何水分補給用に。あ、ソルティーライチってなんかある。あ、ほんと。へぇ、あの昔からライチのジュースみたいなのあったよな。そうそうそう。じゃあ他のやつ行ってみようさ。こういうのがなんか強そうだけどな。完璧もなんか、なんていうの、医薬品みたいな、医薬品みたいな。医薬品もモリーナーガーだ。とりあえずこの食レポ。これ多分それと真ん中な。はい、レモン味。あ、まあまあ、ほんとにビタミン B 群が7種類入ってるのが分かるわ。めっちゃ喉に詰まっとる感じの声になっちゃった。声が変わったらマイクに入ってるかどうか知らんけど、まあ、めっちゃ喉が、めっちゃパサパサになるんだよ。パサパサの喋り、パサパサの人が喋る感じだよね。これすごい。何がすごい？まずこの一袋で2種類の味が楽しめるところと。ちょっとよ、お前だぞ、お前。お前芸能人か。後味ひんやり感アップって書いてある。あー、なんかあるな。スースースー、どうやって、どうやって、スー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 。あ、マジこれ作業中にでもさ、飴舐めれる。飴じゃないですか、それ。あ、本当だ、こういうやつだ。めっちゃスースースー。そう、はい、でも仕事中に食べれるんだろう、作業中は。経験の時はしかない。ポッケに入れてやる。これかんな、俺は。マジっすか。あ、梅、梅味ですよね。梅、うまくないっす。いや、俺汗かいてないもんね、体がそんなに求めてないもん。梅とかになるのって。そうっすね、梅。はい、ちょっとなんか行こうぜ。じゃあ、水行きますね。え、どう？あー、常温はきついっすね、これ。あー、そういうことか。はい、そう、なんか、しょっぱい、しょっぱいっす。でも、体になんか効いてる感じ。効いてる感じ。これ、本当にいいらしいな。病院でも出しておくやろ。熱中症気味の時に飲んだ。ほんは本当にいいっていうか、一発で治るらしいです、本当に。足とかバーッとちょっと痙攣してくるじゃん、なんかさ、つってくるじゃん、うん、本当に OS さんパッと飲んだら治るらしいですよ。こうなった時ね。お前、またやられるぞ。こうなった時、こうなった時、こうなった時。これ、これ、いや、これ、これいって。はい。お前、どんだけいいにおいかやっとるんだって、お前。リンゴ風味ってね。あ、それうまそうやな。だから、それ明治だよ、同じやさ。一緒に飲まんといてくれん。食レポ的に。じゃあ、まず、じゃそれだけのお前、食レポ出せるんだ。うまいっす。そんな食レポ別にお前、一緒でもいいや。いや、でも、なんか変なこと言うより、やっぱうまい方が伝わるやつ。いや、うまいけど体に良さそうとか、だって熱中症対策用のもんだからな。ああ、でも飲みやすいですね、こっちよりは。車に置いてて、逆にじゃあ車にちょっと何個か釣った時に飲めようって配ったんだったら、こっちかこっちだったらこっち、こっちの方がいいです。なんで車に何個か積んどけよって言って、はい、これだと、まあ、場所もかさばるし。そう、あと冷たいやつだったら飲めると思うんですけど、常温もきついです。こっち常温だといける。別にできます。あ、マジ違うのいいね。あ、ゼリーだとこっちも重いです。何、味でいったら何にとるの、どんな感じ。ビールとかあるじゃん。見せなってくれ。本当の食レポっちゅうの。リンゴ。じゃあ次行ってみるか。じゃあどれが1位か決めようぜ。自分たち一人一人だ。いいっすか、決めて。あ、こいつないんだよ。あ、来た来た。自分の動画撮っとるて。え、動画撮っとるて。見て分かるだろう。
何も言ってないですよ。何も言ってない。らしい男だあいつ。この分もでも雨は雨やな。どう？決まった？また？はい。僕も決まった。もうちょっと食えって。それだよ。じゃあリュウスもっと食え。そんな食えって。いや、その全然こんなもんいいぞ。ビタミンとかもあるけど、こういうのは絶対いいって。だってこんなんだって食塩 0.1 ぐらい。全然そんなにないです。じゃあ食塩以外にいろんな B とか、体が抜けちゃう。クエン酸とかもそうでしょ。もう、分解されたものなので。いや、相当これは体にいい。逆にたくさん食った方がいいぐらいかもしれない。そうです、これ全然問題ない。スポーツジムでいい。あれだ。どう？もういい？決まった？決まりましたね。ね。じゃあ1位、1位誰です。じゃあ1人ずついこうか。はい。で、じゃあお前からいってよ。僕からです。うん。僕、この梅味。ああ、そこね。塩タブレット。やっぱ何？味がいいって感じ。味がいいです。僕、梅好きなんで。もう、そうですね。この味がいいです、これは。あとキャンディー僕無理なんですよ。なんか舐めとるだけでストレス感じるんで。なんで？お前の顔が。面白くないから。視聴者が困惑してコメント入るからなんとかとか言ってたけど、本当なんですか？本当入っとるって言ったらわけわからんって言うなあ。じゃあお前は。僕はだから。雨だぞ。だからまさかのそこ行った、はい、マジで意表ついたねマジでだよなしかもそんな会話全然してなかったじゃんお前嘘本当雨の方がいい、はい、で効果あるかどうかってなんかね僕はこれっすねやっぱいやそれこれが一番いいっすマジでイケメンってお前ちょっとお前テラで合わせてっただろいやマジこれお前そういうタイプすり寄ってくタイプなんだ違うすごいキモいなルイは友を呼ぶっていうもんなイケメンってなんか多分同じもん好きやなじゃあ後味ひんやりとかうんスースーするって気持ちいいですはスースーするしゃべってお前一緒ええよスースーするって気持ちいいですいや、まあ、僕ライチがいいっすねあ食べてないっしょ食べてないっしょいや食べたっすよ最初にしかしたらもう俺どれかなまあ味は分からんけどなんか俺はもう見た目がこれがもう良さそう。うわあ、まあ健康に良さそうみたいな。なんか、うん、でもまあいいのあるんでぜひ皆さん使って。この間の熱中症対策のなんか動画では30分で、はい、あの熱中症じゃないけどな。熱中症、まあ、熱中症気味っすね。もういいやもう座っとけみたいな。はい。でまあ振るってはないでしょ。これフォーが悪かったんで。だけどまあふーなとったでしょ。まあそうです。まあ飲み過ぎとかまあ初日はみんななるもんな。この感じだったらいいって本当荒れるね、コメントがチャンネル解除もう今まで楽しかったのにチャンネル解除しましたとかさくだーん、子供入れるやつがおるの本当に俺さ、子供みたいなこと言うんだけどああいうこと書くやつが一番嫌いなんだわ何千チャンネルってあるのもさ全部が同じようなやり方でしょってさみんな綺麗な人ばっかりだとかでそれって面白いじゃん可愛い子もおりゃブスもおるし怖いやつらがおってなんか真面目ななんかガリベみたいな動画があるからYouTube って盛り上がったのよテレビと違うでしょ、はい、最後にちょっと告知なんですけどあの求人サイトをやっててあの求人出す側個人事業主向けの求人サイトなんですよでまあ今のところはもうサービスで無料で勝手に有料になることないんでぜひ求人サイトを使ってくださいまあ勝手に登録してでまあ今結構何社か増えてきとるみたいなんでまず無料で求人してでまあ見てくれる子にもこうやって YouTube で宣伝するんであのどっか、ね、いいとこないかなーっていう子もあの動画まで載せれるようなサイトになっておるんで あここの社長さんいい人だなーとか従業員いい人だなーって結局足早って行ったら分からんじゃん楽しいが一番じゃん、はい、で楽しいとか、まあ、自分に合ったとこだよね給料がいいけど楽しくなくてもいいとかさ、まあ、それ合ったとこを探せるようにって求人サイトぜひ作りますんでぜひ使ってくださいで携帯今携帯からしか入れないからパソコンからも入れるけど携帯の画面になっちゃうちょっとあ、まあ、そこも今ずっと改善してます、はい、でも本当に何百万もかけて作ったからねでどんどん今改善で作っていってるんであのぜひ登録してくださいお願いしますまたねまた見てね何お前カッコつけとんだお前ここ使われるぞこっちめっちゃいいんだよあっさあっさ